今日9月10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 日といえば9月10日910です910、うん、9月10日といえばビデオウォッチパーティービデバーバリューム2! もう5回やりますね、いきなり対応しましたけどねもう1回じゃないですよ、せーので対応これね、はい、行きましょう、せーの、ビデオウォッチパーティービデバーボリューム略してビデパーボリューム2、この配信はですね、舞台や配信イベントもみんなで一緒に見たら楽しいよねということで、ある映像を見てシスターそして TMC メンバーがワイワイとコメントしながら一緒に見ようという企画でございます。本日 MC をやらせていただきますスーパーでよく会いそうな男ともちぃです。よろしくお願いします。レジ並んでる。ともちぃです。そして、この配信を盛り上げていただくゲストを紹介したいと思います。まず赤い服の方からお願いします。はい、スーパー飲み会芸人エンジョイジョイでーす。イエーイ、お願いします。話なんだー打ち上げ打ち上げまだ早いな。早いはい、そしてはい、私世界中に笑顔と元気とパントマイムをお届けしておりますスーパーパントマイム伝道師のシスターひろみと申します。シスターって大きな声で、その場で大きな声で大きな声で呼んでください。せーの、シスター。 Thank you so much。 よろしくお願いします。今回はこのお二人をゲストにお呼びして、いただく、あ、見ていただく今回のテーマは、お、劇場的ビフォーアフター。8月15日から約1週間にかけて、はい、こちら、都内で唯一のパントマイム専用劇場スタジオのエヴァで、はい、エヴァのこちらをですね、はい、大リニューアル工事の方を行いまして、うん、そちらの様子をですねこの3人で見ながら、ワイワイ喋っていこうと、いう企画になっております。今回初めてこちらを工事改装しましたけども、そうで大幅改造ですね、大幅改造ですよ ね、 ししね。お二人は工事の時はどういう作業をされました？何やったもう あれやったりこれやったりあれやったりこれやったり何したりこれしたり意外とこう見えてね、いろいろできる。そうなんですよ、費用なんですよね。土井さんは大道芸以外はね、特に本業じゃないですか。大道芸で人集めるのが一番苦手なんです。あ、苦手なんですね。だから、あの食器棚をね、はいはいはい、そうですね、してくださって、はい、あとは天井も壊して、ね、天井も壊して、うん、天井壊したのにいた？いなかったね、その時は。天井壊すのは友人ですね。そうですね、かなりね、天井壊してくださって、はい、シスターも天井壊しまして、はいはい、であの黒いペンキをね、みんなで塗ったりましたね、必死でやらせていただきましたよ、本当、はい、というようなこう作業をしてまいりましたけども、まずこのお二人のね、そういう奮闘を見ていただく前にですね、こちらスタジオエヴァの歴史についてちょっと映像をまとめておりますので、はい、そちらの方をまずご覧ください。はい、コメントもね、ちょっと来てますね。あ、来てますね、はい、待ってましたね、待ってましたねって言ってますね。はい、ではじゃあどうぞ映像の方、では映像の方どうぞ。モザイクは何かやらかしたかな、これ。やらかしたわけではないんですけども、今ね、まだこのいない方が。朝日の冷蔵庫がつく。さらにこちら貴重な映像が残っております。え、なんとエンジョイジョイさんですね。若い、細い、うわー、チャランだ。細いですね、ジョイさん。細いですね。まだ胸もすごい、いやー、若い、だいぶ前ですね、これね。チャラン、もうちゃんとパントマイムやってんじゃん。こちら照明の方は、劇場で使っていた照明の方はですね、美術館のディスプレイ用のランプ、たった4つのメインライトで、
パントマイムしてる。痩せたらイケメン。痩せたらイケメンでコメントきた。頑張ります。2014年早春東京マイムカレッジは新天地を求めレンタルスペースパフォーサーを立ち、新天地の新宿区新大久保にありますスタジオエヴァにスタジオを参りました。それでは6年前のスタジオエヴァにタイムスリップしてみましょう。6年前はですね、まだ会議室用のレンタルスペースだったんですね。床がね、こんな感じで。これ俺知らない。いや、これほんとね、不動産屋さんと一緒に来た時みたいな感じの、見せてもらった時の、床がピンクなんだよね。これ木をこの後になって、あの床にしたんだけど、さあ、この客席も今つけてるんですね。アシスタントのポーションキットに、どんどんとスタジオ化をしていきます。初めての、スタジオでの、ライブ中継ですね。ライブはですね、こちらパンで使われた照明をよく使うだけの、まだ今とは手作りな存在の器具で作りました。あれから6年、照明を使う6年20台以上すごい、ね、20台以上してましたけども、この映像を見てですね、パフ時代とこのスタジオエヴァとでまず広さも機材も全然違いますけども、ジョイさんは映ってましたけど、エヴァとパフ両方体験してるわけですよね。やっぱり違いとかはやっぱりあるんですか。パフはね、本当にパフ初回のライパから出てて、で、まあ、チャーハンやったりいろいろやったりで、エヴァは中盤ぐらいから、はい、一時期幽霊になってた、いなくなってた、いなかった時期がありました、ね。でもエヴァでやったら、あ、全然違うな、もう照明もあるし、その時も照明もできてて、うん、暗幕もあったし、綺麗な、うん、で音響卓もあって、うん、まあ、作品は作りやすかったです。まあ、作ってないんですけど、え、パフ時代の俺だったらもっといい作品作ってたな。ああ、もっと作り込んでたな。パフね、まあ、コメントでもありましたけどね、痩せててイケメン、痩せてるとイケメンなんですね、ジョイさん。大丈夫です。なんか残念だな、なんか。残念じゃねえ。シャスターはこちらスタジオエヴァに変わってきて、はい、うん、エヴァという名前をつけたわけじゃないですか。そう、エヴァという名前をね、シスターはね、命名させていただきましたけれども、はい、まあ、シスターはパントマイム伝道師でございますから、はい、伝道師がエヴァンジェリスト、はい、ね、そのエヴァを取りました。この自覚がとってもいいんですよ、スタジオエヴァという自覚がね、うん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 、まあ、どことホニャララっていうスタジオと同じ自覚なので決めました。どこだどこだスタジオホニャララ、スタジオホニャララ、日本が誇るホニャララ界のホニャララですよ。ホニャララ界のホニャララですね。ホニャララ言った方がいい。できればなんか日本が誇るアニメーション界のスタジオ、うん、アニメーション界のジブリ、はい、あなるほど、ジブリと一緒なんだ。自覚がね、それでもう決めましたね。素晴らしい素晴らしいですね。え、スタジオエヴァに変わってやれることって何か増えました。え、全然やっぱり舞台のスペースが違うからね、大きさがね、大きさも違うし、照明効果も全然違うし、それがもう本当ありがたいよね。で、劇場っぽいしね、まあ、パフスペースの時は本当にね、見といて出番になったら舞台に乗るみたいな。ああ、横に立ってた。もう客席でお客さん隣で見てんのよ、これ。それで終わって暗転で舞台に乗るみたいな。ああ、さっきのみたいな。野球のネクストバッターズサークルみたいな感じですよね。そうだね。ネクストバッターズサークル。そう、そんな感じ。は
はい、スタジオの、歴史を振り返ってきましたけども、はい、こちらパフからエヴァ、そして今回ですね、ニューエヴァと大改造される様子を今度はですね、ダイジェストで新エヴァですね、新エヴァです、はい、こちら新エヴァ、エヴァヘリオみたいになっちゃいますけどね、そうなると、はい、新エヴァをですね、の改造の様子を今度はダイジェストで、はい、はい、見ていただきたいと思います。楽しみ、はい、それでは映像の方どうぞどうぞ。バシバシお待ちしてます。かっこいい、かっこいいですね、衣装のワーク、ここから変わっていくわけですね、デイワン、まずはね、幕がいっぱいあるから、そうですね、幕を畳む、そして荷物を出す、あれ、ユキオさんだ下にブルーシートを置いて、みんな用意準備万端、ね、スタジオジブリみたいなキャラが多いですね、はい、いやー、壊してますね、これで天井がね、意外と簡単にね、発電が脆くなってますよね、で天井取るとこんな感じのスパッツがございまして、ここに天井を張ってたので、ね、いつもね、もう真夏ですよ、これ、お盆時期でしたっけ、お盆時期ですよ、お盆時期にやって、お、いました、いました、親方、親方、親方、遊び道具みたいな、親方、語ってるこんな、こんな時期なんですね、改造することによってきっかけがあれば教えてください。あ、改造することのきっかけはですね、ちょっとね、あの上にですね、ホニャララっていうお店が入っちゃってですね、はい、あの湿気が激しくなっちゃったんですね、その湿気の原因はね、あのロートなんかもうこれ分譲外したいみたいなことになりまして、大家さんの OK いただいて、で、とってもあのなんとかその OK が出たので改造しちゃうことになっちゃいました。もともとやっぱり天井がね、低かったから、それ高くしたかったんですよ、すごく。なので、それができてね、うん、ありがたかったなって感じです。うんうん、塗ってます。塗ってます。どんどん。いろんな人が関わって。ちょっとかっこいいですね。かっこいいね。なんであれ俺だけ静止画だねえ、何でしたっけ、はい、ということでご覧いただきましたダイジェスト、はい、これ映像をこう振り返ってちょっと一つ疑問だったんですけども、はい、あのジョイさん、はい、作業中の映像あんまなかったんじゃないですか、ね、作業中はいろいろ作ってた、あ、そうですね、あれ作って、これ作って、何やって、これやってで、もう違う作業、あ、だからこう映ってない、誰もあなたを撮ってなかった、そう撮ってなかった、あんなにカメラ好きなのにむしろ俺が撮ってた撮ってたんですね、あ、そうだ、撮る側だったの、撮影側でした、ね、撮影側もやってたので、なかなか自分の姿を映せなかった、うん、恥ずかしいですか、ね、言ってよ、撮った見せもんじゃないか、見せもんじゃないかいや、でもシスターの、ね、はい、ガッツポーズもそうですけど、はい、意外とこんなに細くて力があるっていう、あんまりもうなんか機材とかもぐわーって持ったり、あと鉄もバンバン体重乗っけて折ろうとするし、シスターが持ってる荷物をね、トモチーが元として、あ、これ無理です、いやいや、それは僕がひ弱なだけで、はい、パントマイムやってたのか、そうやってるんで力は伝え方は分かるんですよね、はい、いやいや、でもこの天井を剥がす時の感覚とかでどういう感覚なんですか、あ、パントマイムで、ああ、まあいやー、そういうの、あー、もうガクってくるんだけどね、ガクッ、ガこれで、あのパントマイムにリアリティが出てますね、実際やったことによって、そうあのね、本当パントマイムで壊すことと、ペンキ塗り
パントマイムが上手になったね。なりましたね。みんな上手になった。もう一日かけてずっと同じ作業でしたよね。勉強塗るってこんな感じって。こんな感じっていうのも。すごい身についたと思う。うん、確かに。そう、それは良かった。シスターはこの天井を破壊する。はい、ペンキを塗るという作業、はい、ジョイさんは、シンクのトイレ前の水回りの、きちんと食器棚を作るという、撮影する、はい、撮影をするということをやってまいりましたけども、そんなとこ行くない、まあ、僕も、シスターと同じで天井を破壊して、まあ、壊して、ペンキを塗るという作業をやったんですけども、はい、これまでの今の流れたダイジェストはですね、はい、それまでの前半戦といって、はい、前半ね、いいダイジェストになっております、はい、なのでまだペンキを塗った後今の現在のエヴァの状況を誰もまだ知らないと思うので、そうですね、はい、まだお伝えしてないからね、お伝えしてないので、どう変わったかというのを、はい、これからね、はい、カメラを持ってみんなでちょっと見ていこうかな、カメラを持ってカメラを止めるな、はい、止めるな、はい、はい、ではどうしようかな、動きましょう、動きますか、カメラ動きますか、ね、あ、カメラ動いてますね、さあ動いてますかね、はい、本当だ、そうですね、いきなりちょっと立っちゃいますけど、はい、これ持ってるかな、一応、はい、コメント拾う、ね、止まったよ、止まった、俺が止めたんだ、どういう風に、はい、これ今おはようございます、寝起きドッキリじゃないですか、朝の4時34分、はい、カメラがあるんですよ、はい、はいはいはい、それではですね、まず、はい、低かった天井がどのように変わったかというものをですね、はい、見ていただきたいと思います、それでは、はい、変化したスタジオエヴァの天井でございます、天井でございます、天井、映像で分かるかな、映像で高さがね、高さは60センチぐらいは上がってるんですよ、はい、高さがどうなの、いくつになったんですかね、この天井の高さは、計算するとね、はい、うん、いくつかをねかただこうね、壁にそのまま蛍光灯をつけるっていうちょっとやっぱ高さが出ますよね、そうすると蛍光灯もつけました、うん、そして、壁、白い壁もね、はい、ペンキを塗り直して白くなっております、うん、これは塗りました、はい、あ、これジョイさんが塗ったんですね、あの一部分、安倍さんたちの色になる、あ、うん、手伝いますね、これもちょっと手伝い、楽しかった、いいですね、全体的にやっぱこう白と黒っていう色がシンプルでかっこいいですよね、うん、劇場って感じ、あ、来ましたね、なんかね、この天井がいくつだったのか本当にね、白黒になってあれですよ、なんかね、集中力が出たっていうか、うん、本当天井がなくなってすっきりした感がありますね、うん、高くなった感じですね、照明からも、はい、すごい技、それ何ですか、その技、すごいですそこ映す、そこ映すの、はい、はい、すごい斜めってるけど、いいね、それこれ大体の高さが、はい、はい、おいくつでしょうか、え、下ろして下ろしてこのまま下ろすと、そうそう、このまま下ろして、はい、はい、高さが3000です、3メートル、3メートルになりました、ね、はい、やっぱ天井が上がると照明が当たる角度とかもやっぱ変わってくるじゃないですか、照明のバーが上がったので、うん、はい、前はいくつだったの、前はこの白いところまで、うん、うん、ここのでシンク周りを見たいんですけども、ただちょっとカメラがね、移動できないので、ぜひぜひね、確認しに来ていただきたいですね、はい、美しいシンクを、美しいシンクを、はい、そこも見に来てほしいなと、ファントマイム見に来て、シンクを見に来てほしいです、シスターの塗装も見て、はい、見てほしいです、はい、あ、そうですね、こういったね、はい、ちょっとやっぱこう前はまだスタジオ練習する場っていう感じでしたけども、なんとなくね、天井があって、はい、はい、すいません、さっきね、中断してしまいましたけれども、はい、はい、映像が途中途切れ、再開、はい、したいと思います、さあ、どこから再開いたしますか、どこからしましょう、そうですね、スタジオの状況を、はい、多分見ていただいたところで終わったと思ってるんですけども、どこで流れるライブは、どこ
コーナー、東京マイムシティのチャンネルで、生配信で流れてますね。はい、流れてます。流れてます、ね。流れました。はい、よかった。はい、よかった。はい、はい、東京マイムシティのビデッパボリューム2というところで、はい、YouTube 配信されております。はい、じゃあ YouTube の方始まりました。東京マイムシティのチャンネルの方。いや、ちょっと時差があるかもしれないです。そうですね。時差があるかも。はい。約8月15日からですね、1週間かけて工事をしてまいりましたけども、はい、もう一度あの感想になるんですけども、はい、お二人、このスタジオを見てどういうような、うん、なんかあのやっぱり天井が高くなるだけでクリエイティビティがね上がってきたなっていう感じがして、うんうん、落ち着く空間になったのでとても嬉しい感じでございます。私といたしましては、はい、はい、ちょいちょい何かありますか。少々お待ちください。こちらを見れますということで、YouTube 戻ってまいりました。スタジオではリフォームして、はい、やっぱりもう天井が高くなって開放感があふれるので、うん、なんかお客さんもこう見てるときに圧迫感なくストレスフリーで見られるのかなと思っております。これがね、本当にこういうご時世じゃなかったら30、40に入っても前みたいなこうギューッとした感激ではなく、ちょっとリラックス感が増えるかなと思いました。なるほど、ありがとうございます。そうだ、ね、ちょっと真面目なコメントしてる、はい、ちょっと意外だったんですけど、はい、いや急に振られたから真面目な、ね、そうですね、ネタを言えなくて、ね、すごい真面目な、すいませんありがとうございます。すいません、はい、こう新しくなったスタジオエヴァなんですけども、はい、今後初公演がですね10月にございます。10月です。はい、10月9日から11日、はい、細川博美ファントマイム公演ブラインドピクチャーが、初公演としてこちらスタジオエヴァにて公演が行われます。ありがとうございます。こちらはですね、4月の24日から、26日に本当は公演する予定だったんですけども、うん、コロナの影響で、泣く泣くこう延期を延期が決まりまして、はい、今度10月9日から。もう真っ只中だったんだよね。はい、4月24日。まさに。でもやろう やろうって進めてたんですが、やむなくということで10月に移動しております。移動しております。はい、はい、こちらの方がですね、劇場公演と配信公演がございまして、チケットの予約が本日からとなっております。うん、この時間から解禁となります。素晴らしい、はい、こちらの舞台なんですけども、シスター、この見どころというのは見どころね、はい、あのファントマイムってソロ作品でやるのが多いんですけど、今回は2人のね、はい、いかつい男子がシスターと一緒に3人出てくださって3人でするアンサンブル部分が結構多いです。しかもあのパントマイム作品は15分とか20分とかね、まあ、10分とか短い作品がつながって一つの公演を作るっていうのは多いんですけど、今回は本当最初から最後までのトータルな流れの作品、一本ものの作品ということでね、これ意外とないんですよ、こういう感じのがね。それをね作り込んでおりますので、すごい楽しみにしておいていただければと思います。はい、そういった、とてもな、珍しい舞台、ぜひこちら見ていただきたいなと思います、はい、こちら本当劇場公演と配信公演ございます。値段の方がですね、前売りチケットの方が2700円、劇場で見る場合は2700円、配信の場合は1500円で、観劇できますので、ぜひこちらのチケット予約の方、はい、はい、お願いいたします。配信公演は観劇三昧さんっていうあのサイトがございまして、そこからチケットをご購入いただけることになってます。で、YouTube の、 あの下のね、概要欄の方に後でも貼っときますし、後で、今は貼れないね、貼れないので、後で貼っときますので、ちょっとまたもう一度見てみてください。はい、はい、シスターのね、はい、大改造の様子を見てまいりましたけども、これで新しい、くなったね、スタジオエヴァにていろんな方とパフォーマンスを通してお会いできたらなと思っております、ね、せっかくいい公演ができたんだから、もうたくさんのパフォーマンス公演みたい ね、はい、ね、そうですね、週1ぐらいで見たいですね、週1ぐらいで見たいですね、週末にやってるみたいな、あ、いいですね、もうシスター夢でございます、それが本当に、パフォーマンスも毎週見れるみたいなね、演芸場みたいな感じですね、毎週末、そうですね、誰がも出てるよっていう、そんな劇場になってたらいいなと思ってます。そうですね、はい、こちらスタジオエヴァにて、初公演がこちら10月になりますけども、それ以外にも、こちらレッスンなどもこちらでやっております。ワークショップ、ファントマイムのワークショップもやってます、うん、この場所で、はい、ぜひね見に来た方はこの天井など見て天井見てま
まずは天井見て、ね、そう、天井見ていただいて、あ、ちょっとシスターちょっと裏が出てんじゃないかなとか、はい、シスターの塗りにこう思いを馳せて、そう、思いを馳せて、で、ジョイさんのちょっと台所ちょっと雑なんじゃないかなとか、笑いを取って、はい、そういうね、ところも見ていただけたらなと思っております。そこを見てから作品を見て、見ていただきたいなと思います。じゃあ、ちょっと早めに来てください、皆さん。そうですね、あの30分前と言わず40分前ぐらいからね、来ていただいて、はい、30分にわたってね、放送してまいりましたけども、はい、最後にですね、この1週間、はい、作業した時にですね、私たちが食べたもの、食べたもの、またはこうワイワイと逃げた酒場はい、そういったね、おまけ映像がございます。おまけ映像が、はい、そちらの映像を見ながらお別れしたいと思います。楽しみ、はい、それでは、はい、最後 VTR の方になります。それでは配信の方を見ていただきありがとうございました。ありがとうございます。どうぞ。あ、どうも、工事2日目お疲れ様でした。お疲れ様です。食レポコンテストで無理やりしろしろと言われてね、はい、やっております。ご飯があれば食レポをしないよね。で、それがもう作業してましたかっていう。ありがとうございます。